こんにちは。今日はセリアさんで購入した七色彩色という糸の中細タイプを一玉と、これは初めて買ってみたんですけど、ふんわりメランジっていうこういうふわっとした糸、これを引き揃えてグラニーレクタングルを編んでみたいと思います。グラニースクエアと呼ばれるこういう正方形のモチーフは何度か動画で編んでいて、書籍にもグラニースクエアを使ったこういう巾着を載せているんですけど、同じような模様で長方形のグラニーレクタングルはまだ動画で一度も編んだことがないので、もしね、このグラニーの長方形バージョン編んだことがないっていう方は、サイズの変え方もすごい簡単なので、よかったら好きな糸で好きなサイズで編んでみてください。使用するのは七色彩色中細タイプの色番が、これが32番、材質アクリル 85% ウール 15% で、一玉が約 30g で、糸の長さが 111m、 これが一玉 とふんわりメランジの色番が、これが1番、これが材質アクリル 55% ナイロン 40% 毛が 5%、 一玉約 25g で、糸の長さが約 116m。 これを引き揃えて編めるところまで長方形を編んでみます。ちなみにね、これの推奨されているかぎ針の号数が3号から5号で、こっちが7号から9号っていう風になってるんですけど、今回は10号の針で編んでみます。あとハサミととじ針と編み物用のマーカーも1つ使います。ということで、早速10号の針で針に糸をかけます。ここから鎖編みを編みます。1、2、3、4、まあ鎖編みを28目編みました。ここから立ち上がりに鎖編みを3目編みます。1、2、3目で、一番最後に編んだ鎖この3目目にマーカーをつけておいて、で針から数えて 1,2,3 4つ目の鎖に長編みを2目編みます。で、この鎖は今回は上半目と裏山を拾って長編みを編みます。上が2本下1本っていう状態で取ってきて、で少し引き出して2つ引き抜く、2つ引き抜く、で長編みが1目編めたので、同じ目にもう1目、で長編みが2目編めました。そしたら次はこの鎖を2目飛ばして、次の目に長編みを3目編みます。糸をかけて 1,2 飛ばして、ここですね、ここもまた上半目と裏山にこう針を入れて、長編みを1目そしてあと2目、長編みが3目編めたので、また2目飛ばして次の目に長編みを3目、2目、3目、こういう感じでまた2目飛ばして長編み3目、2目飛ばして長編み3目、これを繰り返します。長編み3目を2目飛ばしながらずっと編んできて、一番最後のこの鎖にも長編みを3目編んだところで、でここで次が角というところになるので、今回はこの角の部分は鎖編みを2目編みます。
1、2で2目編んだら、最後にこの編んだところと同じところですね、この長編み3が入っているところと同じところにまた長編みを3目編みます。1目、2目、3目。そしたら次もまた角なので鎖編みを2目。そしてまた同じところですね。ここに長編みを3目。形になりました。そしたら次はこの下のこの長編み3目が入っているところ、ここにこの1本糸がこういう風に残っているので、ここにまた長編みを3目。またこの長編み3のところのここに長編みを3目。これを繰り返します。1、2、3で次またここに1、2、3、最後のこの目まで長編みを3目編みました。そしたら次はまた角なので鎖編みを2目編んで、で最後のこの長編み3目を編んだところと同じところにまた長編みを3目編みます。1、2、3。そしたらまた次が角なんですけど、ここで今回は斜め方向に立ち上がりを作りながら編んでいこうと思うので、まずね鎖編みを1目編んで、このマーカーをつけた鎖の3目目に細編みを編みます。鎖の3目目の上半目と裏山を拾って細編みを1目。これで長方形の1段目が編めました。そしたら続いて2段目は鎖編みを3目編んで立ち上がって、で毎段この3目目にはマーカーをつけるようにして、そしてこの1段目で編んだこの立ち上がりの鎖編み3目がここにあるんですけど、その手前のこのスペースに長編みをまず2目編みます。1目、そしたらあとはこの長編み3と長編み3の間のスペースに順番に長編みを3目ずつ編みます。このスペースですね、まずここに長編みを3目、2、3で次はここに1、結び目がありますね、2、次も3目。これを順番に繰り返します。
この下のスペースに長編み3を繰り返して、次がこの角のスペースというところまで編めました。そしたらこの角の部分には長編みを3目、鎖編みを2目、長編み3目というふうに編みます。この角のスペースに1目、2目、3目で鎖を2目、そして同じところに長編みを3目、それで長編み3、鎖に長編み3と編めて、で次はこのまた角のスペースなので、ここと同じように編みます。ここも長編みを3目、で鎖を2目、そして同じところに長編みを3目、2、3でまた角ができたので、あとはまたこの長編み3と長編み3の間のスペースにまた長編み3目を順番に編みます。次も1、2、3、こういう感じで残りのこのスペースにも順番に長編みを3目ずつここまで編み進めます。この角の手前のスペースまで編んできました。そしたらまたこの角のところはこことここと同じで長編み3、鎖に長編み3っていうのを編みます。ここに1目、2目、3目、そして鎖編みを2目、同じところに1目、2目、3目、そしたら今度はこの編み始めのすぐ下にあるこの角のスペースがあるので、ここにまず長編みを3目編みます。1目、2目、3目、3目編めたら、またこの1段目の時と同じようにこの最後のところは鎖編みを1目編んで、マーカーの目に細編みを1目編みます。細編みを1目、これで2段目が編めました。一回ここで長さを測っておきますね。今のところ長さが約 28.5cm で、その短い方が約 6.5cm。 3段目以降もここまでと同じ要領で、まず編み始めは鎖編みを3目、そして3目目にマーカーをつけて、でこの今度は2段目の立ち上がりのこの鎖があるので、この手前のここの角のスペースにまず長編みを2目、
止め、ダメ。そしたら次からはこの長編みと長編みの間のこのスペースに順番に長編みを3目ずつ編みます。次のスペースも長編みを3目。で、繰り返します。長編みをずっと編んできて角のスペースに来たので、で同じように長編み3目、鎖2目、長編み3目っていうのを編みます。2、3で鎖編みを2目、同じスペースに長編みを3目、1、2、3。そしたらこの次の角の間にもう一つここにスペースがあるので、ここに長編みを3目、次はまた角なのでこの角のスペースに長編みを1、2、3で鎖編みを2目、で同じところに長編みを3目、1、2、3。そしたらまたストレートの部分はこのスペースのところに長編みを3目ずつ順番に編みます。また角の手前のところまで編みました。そしたらまた角は同じように長編み3、鎖に長編み3を編みます。鎖編みを角は2目、で同じスペースに長編みを3目、またここに長編みと長編みの間のスペースが一つあるので、ここにも長編みを3目、でそしたらこの最後のこの角のスペースのところに来たので、またここに長編みを3目、そして編み終わりはまた同じように鎖を1目編ん で、マーカーをつけたこの3目目のところに細編みを1目、
これで3段目が編めました。この要領でどんどん段数を増やしていって長方形を大きくしていきます。ぐるぐる編んできて、先にふんわりメランジの方がなくなりました。で、今の段数が 1,2,3,4,5,6,7,8 段目の途中ですね。もうね、あとちょっとだったんですけど、この3辺を編んで角のところでなくなったので、ちょっともったいないんですけど、この8段目をずっとほどいていって、7段目を編み終わったっていうところまで戻って、で最後にそのほどいた分で簡単にぐるっと縁を編んでみようかなと思います。この7段目の最後、鎖1で細編み1と編んだところまで戻ってきたら、針を戻して、で今ほどいた分で、あんまりねこう最後フリフリにしちゃうと多分糸が足りなくなっちゃうので、もう簡単に細編みを編んで鎖を何個か編んで、でまた細編みを編んで鎖っていう感じで一周してみます。まずは鎖編み1目で立ち上がって、この角のスペースに細編みを1目で、スタートのところにマーカーをつけて、そして鎖を 1,2,3 4だと5ですね、4目でいきたいと思うので、ちょっと戻ると細編みの次に鎖を4つ編んで、で次のスペースに細編み1目で、また鎖4で、で次のスペースに細編みを1目、これを繰り返します。角のところに来たら鎖編みを3目編んで、そして同じところに細編みを1目、そしてまた鎖編みを4目で、この間のスペースに細編みを1目で、繰り返してまた角のところは細編み1、鎖3、細編み1で、ストレートの部分は鎖4、細編み1を繰り返してぐるっと一周編み進めます。最後の角のところに細編みが編めたら、鎖編みを3目編んで、そしてマーカーをつけておいた最初の目に引き抜き編みをして、そして糸始末分の糸を引いて、糸をカットして、そして最後にとじ針で糸始末をしておきます。この部分を後ろに通して、後ろで糸始末をしてもいいですし、例えばやったこと多分ない糸始末をやると、本当はねここ鎖3で終わって引き抜いてるんですけど、ここを鎖2で終わって糸を引いて、でとじ針に通して、そしてこの細編みの頭に後ろから針を入れて、そしてこの鎖2のこの糸が出てきているところにを戻して、後ろ側にこのように糸を通して、でこの鎖の大きさを横の鎖に揃えて
感じで糸始末してもちょっと手間なんですけど綺麗かなと思います。で、あとは編み地の後ろ側で糸始末をします。編み始めの糸端も残していたので、これも裏側で糸始末をします。これで2玉分使って作るグラニーレクタングルが編めました。このレクタングルもスクエアと同じで法則を覚えれば楽にどんどん大きく編み進められるんですけど、すごく大きくする場合や細い糸で少しずつ編み進めるっていう場合は結構ね飽きてきやすいかもしれないので、グラデーションや段染めの糸で編んだりとか、糸の色を2色とか3色とかそれ以上にして変化を持たせると最後まで楽しく編み進めやすいんじゃないかなと個人的には思います。結構リクエストの多いベビーブランケットにもすごいいい編み方ですし、余り糸を集めて大きく編んでもすごい楽しいので、ぜひ試してみてください。今日は以上です。ありがとうございました。